長時間勉強し続ける必要がない気がするんですけど、その集中して勉強してどれだけ覚えられたかどうかが重要なので、なんとなくその言葉を喋れるようになってしまうという能力があるので、狭くなっているのでむしろ大卒というカードを持っている方が就職しやすいので、少子化や AI の発達で雇用口が狭くなっている現代で大学に行く意味って何だと思いますか。狭くなっているのでむしろ大卒というカードを持っている方が就職しやすいので、なので就職に関して不安を感じるのであれば大卒というカードを取った方がいいんじゃないかなと思います。はい、少子化とだから逆にでも雇用をされやすくなるっていう気がするけど、なんかこの質問の意図が微妙な気もしますけど、はい、次いきます。僕は勉強を長時間できません。すぐ寝てしまいます。どのようにしたら長時間勉強を続けることができますか。長時間勉強し続ける必要がない気がするんですけど、人によってその集中できる時間って違うので、例えばその30分集中してで3時間寝てで起きて30分勉強してまた3時間寝てっていう方が効率的な人もいるので、なのでその自分の睡眠スタイルと自分のその勉強のための集中力が続く時間っていうのをちゃんと自分のペースを保てるようになればそれでいいんじゃないかなと思うんですけど、なのでなんか1日6時間ぶっ続け勉強できるっていう人を見るとなんかああしなきゃいけないんだと思うかもしれないですけど、その集中して勉強してどれだけ覚えられたかどうかが重要なので、長時間勉強したということが別に重要なわけではないんじゃないかなと思います。私は英語が苦手なのですが、中学高校の時どのような勉強方法で英語力を身につけたのですか。身につけていません。僕は初めての海外旅行がアメリカ留学なので、基本的にもう英語は苦手でその勉強する気もなくて、でただ人類ってその周りが言葉を喋ってるとなんとなくその言葉を喋れるようになってしまうという能力があるので、なので英語を覚えたいのでじゃあアメリカに行こうっていうので1年間留学してそれなりに喋れるようになったので、ただ英語力をつけたいのであれば英語を喋ってる外国に行くといいんじゃないかなと思います。でも割とその大人と考えることはそんなに変わらなくて、きちんと物事を考えてるなという気が、そのお金って何なのみたいなのって大人は結構スルーしてるんですけど、じゃあちゃんと考えられて答えられるかっていうと結構できない人多いと思うんですよね。仮想通貨ってお金なのって言われると結構微妙なラインで、なのでそういうところだったりとか、あとはまあその政治に関してとかも割と危惧はしていたりとか、じゃあその教育で、まあ、今でも大人がじゃあ子供が生まれた時にどういう教育を子供に施すべきかっていうのを考えるように、子供自身も、まあ子供というか高校生は子供じゃないと思うんですけど、まあ自分たちがやってる勉強役に立つのかなとか、大学行っていいのかなっていうようなので不安を感じるとかも変わらない気がするので、なのでもう大人とそんなに考えは変わらないんじゃないかなという気がしました。ハーバード大学っていうところが70年ぐらい研究をしてて、どういう人が幸せになって死んでいくかっていうのをずっと研究し続けてるってなるんですよね。でその大学になって家庭を作って子供を作ってとか就職したり失業したりとかでいろんなことをやってって、で大成功した人もいれば その経済的に大成功した人もいれば経済的に全然貧しい人もいるんですけど、で年取った時に自分が幸せだったかっていうので幸せだったって答えた人の多くに共通しているのは経済的な成功ではなく友達とか知り合いとか家族が多い人でした。なので割と人が幸せになるためには友達とか家族とか知り合いが多い方が幸せになれるので、お金とどっちを取るってもし選ぶ時があるんだったら知り合いとか友達とかを選んだ方が年取った時には幸せになれるんじゃないかなと思います。